皆さんこんばんは、淡井圭介です。2024年5月24日21時51分、ホームページ淡井圭介の履歴に、今日の18時ぐらいからですね、こういったものを撮影して、ここに書類等を載せています。秀和株式会社でどのようなことがあったか、それ見てもらったらもうびっくりしました。1日の拘束時間、自分でも14時間が普通でした。15時間の日とかもあります。一月の労働時間、多い日で370何時間とかなんですけども、ただしそれが本当の数字か分かんない。もっと長い間、なんか、いさされたような日とかもありましたから、早くタイム、先にタイムカード押しといてっていうのをその会社で流行ってましたから。で、これ、今、アップロード中で、3とかもあります。この違法行為。の3まで。で、今、まあ、ちょっと時間がかかってるんですけども、それを考えて、その内容を見ていただいた、内容を見ていただいた、その状態でね、今日の阪神タイガースの結果と、楽天の結果と、皆さんどう思います？横浜ベイスターズさんの結果。ね？やっぱり巨人変でしょ？だから警察官は現場にいて、警察官が指示出して、刺したわけじゃないですか。絶対僕は悪くないじゃないですか。ね？なぜ、内容で、勝つ、勝たないを決めたの？警察官しました。読売ジャイアンツの人何人います？で、どれだけめちゃくちゃか しました。この秀和株式会社の時みたいに。現場で上になって。他も同じ。で、国会議員の方たちとか、法律業界の方たちに一回目通してほしいんですけども、びっくりします。まあ、合計全部して、もう、まあ、1時間半ないと思うんですけども、びっくりします。驚愕の事実に。その物の書類とかもある程度かなり見せてますんで、原本とか、それは訴訟費用の救助申請、それは通るわって思うと思うんですよ。だけども精神病院禁されてるっていうことなんですよ。まあ、行政の方の人間が動いたのか、警察官の方が動いたのか分かんない。全部が全てバレたとんでもないことになるっていうのがあるから、本当に負けっていう、その宮野秀明さんの声が聞こえてきてるんですけども、多分その人も警察官してたことがあるんだと思いますよ、制服着た。もうしてることがむちゃくちゃすぎる。で、日本のその内容、他の国、だから僕の場合は世界中の政府上層部の人たちに淡井圭介の名前が通ってたわけでしょう。で、僕がどんな目に遭ってるかを世界のインターポールとか知っていた。となると、日本っていう国めちゃくちゃやぞっていうことは、それは分かりますよね。いや、見ていて、こんなにめちゃくちゃなのって、じゃあ、あの国とか行こうするの怖いわって思われると思いますよ、普通は。いや、あの人、あれだけ鼻にいいようなことをしてきたり、言ってきたり、達成してるのに、こんな状況だったのって。もうそもそもその結婚話していた人たちのその行方不明になったり、テレビ局がいなくなるのなぜなんですかとかあるじゃないですか。ちょっとその辺のところ皆さん、この動画見てもらってね、本当にスポーツの結果は特に野球異常だと思いません？警察官最後の方の3番目の動画の最後の方を特にメモしてほしいんですけども、まあ、最初から喋ってる内容と物の処理見て、一つ一つ、とんでもない労働時間、その一月350時間前後の労働時間を本当に支えられていたんやわっていうのが分かったりだとか、休日手当がないだとか、あれがない、これがないだとか、この労働時間でこの歩合でって、これどん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 内容変わってるとか。そう。内容は なかったんですよ。スポーツの結果。だから、僕
で阪神タイガース側だったり楽天側だったりするわけじゃないですか。まあ、ロッテもそう、まあ、ロッテは今日勝ってますけども、よくそこみんな守る気がなくて誤りの失点をして、あと横浜 DeNA さんも今日負けたでしょ。横浜 DeNA さんと阪神タイガース、楽天と、まあ、ロッテでの場合、まあ、あと、まあ、広島、まあ、新井さんとかも僕のことを知ってくれてるから、ちょっとこれ俺らもちょっとなんとかせなあかんと思うわっていう人たち、まあ、けど巨人の人も、まあ、野球の結果はともかくとして、秀和株式会社のこの状況を見た時に多分みんなそう思うと思います。で東京の方にも灯油の巡回販売の仕事をされている業者さんがいたんですよ。秀和株式会社が一番最初だと聞いてます。で子供の頃に僕が話していた内容とかがまあ元になってる部分も、一部あるみたいです。でそれを矢野運輸さんが行ったという形らしいです。で、うん、だから表をたどっていくと、秀和株式会社の上は富士工油さんだったのかもしれないんですよ、石油会社。僕は子供の頃聞いてたのは矢野運輸さんっていう話なんですよ。いや阪神タイガースの矢野さんは、その矢野秀和さんっていう、その秀和株式会社の社長をしてた人の6親等以内の親族の方ですか、それとも3親等以内の方ですか。秀和株式会社があんまりにもめちゃくちゃだったから、例えばまああんまりこれ言うと一般の方に誤解を与えるからちょっとあれかもしれませんけども、まあけどウィキペディアの内容は結構めちゃくちゃになってる、本当なのかどうかよくわからないっていう状況は、それはもうみんな本音でもう言えるようにしなきゃ、それこそ世の中めちゃくちゃになるから、それを言わせていただきたいし、まあ、元阪神タイガースのキャッチャーの矢野さんも言ってくれたらいいっていうことを、この間ね、今年イオンモールに来てた時、言ってくれてたんで、まあ普通に言いますけども、その、秀和株式会社のその矢野秀和さんの、三親等以内の親族とかで、秀和株式会社はめちゃくちゃだったから中日行ったりしました。その左遷とか流刑に近いような形で、だから今の言い方だったら、その受け止め方によっては言い過ぎに聞こえるかもしれませんけども、その僕の言ってるあの動画、その秀和株式会社関係のところをちょっと見ていただいて、ホームページ淡井圭介の歴の一番を見ていただいて、5月24日の下の方のところにアクセスできる動画あります。そこを見てもらったら書類等も写っていて、どれぐらいめちゃくちゃかっていうのがよくわかります。で、うん、まあまあ一旦この件は、うん、ここその内容で、まあ、今日の結果についてもちょっと皆さん、うん、これはおかしいっていうことにちょっと気がつきましょう。まあ、一応まあ岡本和真選手の運っていう声は電波で聞こえてきてるんですけども、以前その本当の内容を、まあ多分僕の家を出入りしてる人間とかで、その書類とか見た人いらっしゃいます。まあそれだったら今の僕の動画を普通にまあ無料で閲覧できますから、一回ちょっと見てもらった方がいいです。でこれはどう考えても異常だと。もうそれは交通事故起きるじゃないって。で僕以外の人もたくさん交通事故その会社で起きてるんですよ。でだから一時ね、これまあこの動画の中では言ってないんですけども、一部殺し合いみたいなのが始まってたような気がするんですよ。そういうふうなことを喋ってた時期の人たちもいたんですよ、本当に。だから交通事故になるような長時間労働をさせて、その殺し合いをさせているっていう。だから僕も本当になぜあんなに長時間労働させられていたのかは全くわからない。心当たりがあるとすれば、原山整骨院自体は2000年ぐらいにあって、まあ、2003年にはあの2号店の建物が改定されてるんですよ、確か。でまあテレビ局関係者の人間とかが集まってきたから、もうすべてが、もうけどもう秀和株式会社の件でも十二分に吐きて、もう世の中めちゃくちゃさが十二分によくわかりますし、もう皇室の人たちからしても、まあけどその内容はマスコミの人たちが知ってたわけじゃないですか。
で、なぜ助けようっていう人が一人もいなかったのかっていうことなんですよ。で、むしろその店長してた人間がテレビ局で働いていたりするわけじゃないですか。まあ、警察官していたりだとか。だけど、一番最初の僕の20歳ぐらいの頃に一緒に河川に撮影行ったりしてるんですよ。だから状況が、その聞かれてる人たちも何が何やら俺らも聞いててよくわからないっていうことも、僕もわからないですよ。もう本人がどういうつもりであんなに凄まじい長時間労働をさせていたのか、その会社の上の方、例えば店長の上はブロック長で、その上が、支配人とか、社長取締役とかでしたから、代表取締役とか。取締役止まりになってますけど、登記簿では。一時期前の登記簿ですけども、その平成21年の頃も。どちらは、けど社長は、矢野秀和さんのはずなんですよ。普通代表取締役ですよね。だけど取締役っていう表記なんですよ。まあ、ハレム整骨院の件と精神病院の件と全てが全部明るみになった時に医療業界とかある意味本当に世直しができるっていうことになるんですよ。本当の。で、それは最初から労働時間一月、もうそれは厚生労働省がしっかりとホームページで公開してますけども、一月の労働時間の上限220時間なんですよ。それ考えたら、1年間の最大労働時間は、まあ300、ああ、じゃあ、訂正全然違う。2500時間ぐらいでもういっぱいいっぱいにしとかなきゃ絶対ダメよっていう、もう生活的にそれ無理だからっていうことがわかるわけじゃないですか。まあ、そういうまともな放送全然見かけなくなったんですよ。テレビの報道を見ていてどう思います？以前の事件ばっかり放送してるでしょう。で、やたらと、まあもちろん僕は野球、それ好きですよ。好きか嫌いかで言うと。だけども、もうそれ大谷翔平だって好きですよ。僕らの勧めで二刀流成功して彼なりの努力はあって頑張ってるわけじゃないですか。で、結果が出てる。それは喜ばしい。だけども、テレビの報道で、もう番組の報道ステーションとかで冒頭でですよ。NHK のニュースウォッチ9とか。いきなりスポーツの翔平のニュース。変でしょ？世の中こんなにめちゃくちゃなってるのに。その件に全然なってないですよ。これ多分最初から最後まで、その方向で動いちゃうと、みんなずっと隠蔽しようとしてたの方向に、物事は他国から見るとそう見えます。テレビ局もそこで働いてた人間は警察官だったりした。で、もちろん僕のことを助けてくれてる警察官の人たちもいっぱいいます。こんなことになってるとは知らなかった。これが多々あるパターンなんですけども。だから、こんなことになってるとは知らなかった。これを未然に防ぐために、まず秀和株式会社とか精神病院の件がどれ、まあ、この件は秀和株式会社の件ですけども、どれぐらいむちゃくちゃだったかっていうところを、まず、理解しましょう。行政も含めて。ということです。あまり長く話すと皆さんなかなか見ていただけなかったりしますので、とにかく秀和株式会社の件とその今日の野球の結果について、これ世界線で持ち込まれたらどう思います？完全に僕は原告側で、民法で、時効による利益の放棄はない、あらかじめ放棄ができないっていうことになってるんですよ。で、法律通りにコンピューターが稼働しなくて、一警察官のごく一部分だけをチョイスされてる。でしょ？それで結局現場が動いてしまってるんでしょ？人までが。で、その佐藤さんっていう警察官の人も、自分のそのチョイスした言葉でどれだけ社会に影響を与えるかなんか多分わからないと思うんですよ。だと思うんです。だって警察官だといろんな方向性からいろんなことを言ってるわけで、僕を味方するようなことを言ってる方たちはいっぱいいらっしゃるわけじゃないですか。じゃあなぜその言葉を優先しないんですって。でしょ？っていうことは、すでに社会がコンピューターの支配下にあるっていうことなんですよ。
これ逆から物事を見ると、普通に人間で法的知識のある人とか見たら、その警察官のね、佐藤さんの立場が悪くなってしまうわけじゃないですか。これ物事どう見ます？どう見たらいいと思います？まあ、とにかくこういう件を弁護士さんとかが裁判所で一つ一つ片付けていってくれたらいいと思うんですよ、裁判官の判断で。これで僕を悪い悪者扱いなんかにしたら世の中どうなるかも分かりますよね。人間的にもコンピューター的にも。っていうことなんですよ。だから、この件も含めて、本当に多くの人たちで、助けていただかなかったら、こんなにものすごい量の訴訟なんか、何年かかるか分かんないんですよ。で、大阪のその、去年の裁判で即時抗告したときに、僕が受付に書類持って行った時にね、電話でボソボソっと喋ってた高等裁判所の民事部の受付の人が、本当は結婚が先だからっていう一言だけボソッと言ってるだけで止まってるんですよ。で、仮にブライダル事件だったとしても、それで誰かが協力してくれたことなんかないですし、それ一回調停で挙げたことあるんですよ。そしたら事件内容が調停として扱うにはふさわしくないっていう状態で、だからそういう分も含めて去年は地裁に一切合切出してるから、もう順序なんかどうでもいいから、早くこの件もう全部片付けていってあげなさいよでいいはずなんですよ。だって別にね、僕との昔の結婚話を無視して結婚してる人たち、まあ例えば分かりやすく言うと、高島アナウンサーとか、いっぱいいるわけじゃないですか。何十人と。じゃあこれ最初から何だったのっていう話なんですよ。その富士公湯の、もともと岡山県にあったんですよ。石油を、まあ醸造、蒸留したりして、まあ原油をね、加工する、灯油にだとか、軽油だとか、まあレギュラーとか廃屋だとか、で安倍総理の出身が、もう元総理ですけど、安倍さんの出身地がもともと本当は岡山県なんですよ。で岡山県から比較的近い神戸製鋼、神戸製鉄所の役員をしてたんですよ。でおじいさんが岸信介という方で、もともと元総理の家系の人なんですよ。昔の東条英機っていう第二次世界大戦の頃の総理と一緒に歩いていた人が喋ってる時の顔や映像、今年になってからニュースで流れて見てるんですよ。岸信介さんなんですよ。僕は安倍さんのことは好きですけども、その件の話まで及ぶと、もうみんなあんまり触れたくないでしょう。だ、まあちょっとそれ広がりすぎることよりも、僕の被害とか、僕に対しての支払いがないだとか、その淡井さんが、これね、じゃあ、スポーツの試合があるときとかに、裁判所で僕のこの裁判が始まったとき、これどちらか勝つと思います。ずっと僕は軸でしょ。だって昔からそうじゃないですか。1997年、8年の頃から、もう絶対確定的になってるじゃないですか。だから、フルーツラパークで、その当時言われていたことが、エネルギーの残存量問題が、フルオープンになって、みんなで話し合ってた時ですから、こんなんスポーツ広げてるわけにはいかないじゃないっていう、まず J リーグの話ね。その時の話を、その当時の人たちの現役世代で長年プレーしていた人の横浜 F ・マリノスの人たちは知ってたはずです。横浜フリューゲルスとマリノス。だけどもうその人たちもいないんじゃないですか、会社に。いらっしゃいます？なぜ合併したかっていう理由まで知ってる人たち。だからこれその野球界の人たちだけじゃなくて、他のスポーツ業界の人たちもこの状況を見てほしいんですよ。これどう考えても淡井さんが被害者なのに、その内容を撮影していて、なんで今日のスポーツの結果、阪神も楽天も横浜 DeNA も負けてるんですって。そこなんですよ。
スポーツ界の人たちも全員これ絶対変だって、これにまず気づいてほしいのと、まあ助けてほしいっていうのは現実的なところです。まあ特にあの弁護士さんとか法律を扱える人たちもこれ弁護団っていう形じゃなかったこの件なんか正直怖いですね、厄介すぎて。淡井圭介一人のせいにして何もかもなかったことにしようとしてた人たちの数が多分多すぎるんだと思いますよ。途中で多分僕のことを間違えて認識してた人たちがいっぱいいたでしょう、子供の頃から。特にこの辺からかいに来てた子供とか、その子供はもうだから26年前に中学生だったものはもう今30何歳とかなんですよ。40手前の人たちもいます。でその人たちの親とかはじいさんばあさんになって僕のことをからかいに来てたのが2010年ぐらいの頃の春山整骨院、この辺で働いていたから余計悪いんじゃないって。自分たちの今まで知りたくことをまた集団になってもっといたぶろうとするのって。で警察にいくら通報しても建物解体されないでしょ、春山整骨院。これ何か相当あると思いますよ。どうします、自民党解体しなかったら河川水門開式玉発電とか全部進まないような形で電波の仕組みがそういうふうに出来上がっていたら。けど岸田さんはどう見ても僕との受け答えはしっかりしてくれてますし、対応しようとかなり頑張ってくれてはいるんですよ。そのこうなってしまってるような映像とかも見たことありますよ、岸田さんが。もうそういうことを踏まえてちょっと皆さん見ていただけますでしょうか。あと助けてほしいです。 SOS です。 SOS です。以上です。皆さん、まあ、チャンネル登録と着信通知の設定とちょっと淡井さんのこの状況を本当にちょっと見てあげてって、これ伝えてもらえますか。どう考えてもおかしいって。そのスポーツの結果の出方も人の動き方も何もかもが絶対逆になってるって。だから黒着ていたのが今日ロッテの試合でユニフォーム、やっぱりロッテの皆さん黒い服着てました。ロッテの人を疑ってるとかじゃなくて、わかんないですよ、このコンピューターの作動の仕方が。頭の中の行き先とか今捉えてます。ですよね。だからそれがなかったらあんな得点差、もう今までスポーツの勝ち負けずっとしてたからわかるんですけども、巨人も巨人のジャイアンツのマークってかなり黒いですよね。まあ、とにもかくにも皆さん見てください。以上です。あとチャンネル登録と着信通知の設定と身の回りの人たちを上げてっていうことを伝えてもらえますか。多分滅びますこのままだと。